よっても同じや同じや思ってこらえにこらえにこらえにこらえてやっと議員になったんですが、死ぬ思いで、あのあれですわ、子供が大好きで、あなたでわからんでしょうね、僕の下が川西を、子供が大好きで退職して自分としては何で何回も何回も退職してきっちり報告してるのに、ha ha ha!